ガルカイヨはソマリア中部の内陸都市。6つの街道が集まり、エチオピアとの国境付近にある要所である。治安もソマリアにしては良いため、外国からの援助機関のいくつかはここに拠点を設けている。人口は推定で85,252人。南半分はガルムドゥグ、北半分はプントランドの支配下にある。 北半分はビジネスが盛んであるが、南部は貧しい。ガルカイオはムつの街道が集まる要所であり、それぞれの道はガロウェ、エイル、ホビョ、ガリンサー、エチオピアなどにつながっている。街の東には空港もある。1991年のソマリア内戦勃発以来、北はダロット氏族、南はハウィエ氏族が支配している。 両氏族の争いは1930年代から続いている。それでもソマリア中南部の中では治安が良い,い方である。ソマリア南部では2006年から2009年現在に至るまで激戦が続いており、ガルカイヨは南部から北部へと逃亡する人が必ず通る町である。ガルカイヨには大きな病院があるため、それが目的で来る人も多い。 これらの人のための難民キャンプもある。ガルカイオ空港は2009年現在も稼働中であり、プントランドが支配している。ジブチ国際空港、パリ・シャルルド・ゴール国際空港、ロンドン・ガトウィック空港、ドバイ国際空港との定期便がある。19世紀の終わり、マジェルテン氏族の族長ユスフアリ・キーナディドが保護領となることを条件に、イタリアの支援を受け、ホビオー首都とした。 小病王国を建て、ガルカイオも支配下に入れた。しかし1925年、イタリアのチェザーレ・マリアで別期の侵略により、小病王国はガルカイオも含めて、イタリア領ソマリランドの一部となった。この頃にはすでに北ガルカイオは、ダロット氏族、南ガルカイオは、ハウィエ氏族が住み分けるようになっていた。1960年、ソマリアは、独立を果たす。 しかし1977年から1988年にかけて起こったエチオピアとの戦争などが永遠となり、1991年にはソマリア内戦が発生した。1993年、ソマリア政府を事実上掌握していたモハメット・ファンラ、アイディードの属する大士族ハウィーが、別の大士族ダロットを追い出して、ガルカイオを支配した。しかしアイディードが、 アメリカ合衆国から敵対視されるなどしたため、ハウィエ氏族に有利なまま終わらず、ダロット氏族との交渉は続いた。結局、北ガルカイオはダロット氏族、南ガルカイオはハウィエ氏族が支配することで一応落ち着き、その境界はグリーンラインと呼ばれ、明確な検問などがあるわけではないが、一般市民、特に男性は通行が難しい状況が続いた。 1998年には、ソマリア北東部のダロット氏族居住区が、プントランドとして事実上独立し、北、ガルカイオも、プントランドの一部となった。2005年1月には、国境なき医師団が、病院経営を始めるが、氏族対立のため南北それぞれに病院を作る、必要があった。しかし、MSF とプントランド政府との折り合いがつかず、 北ガルカイオでの病院経営は2006年6月に終了している一方ハウィエ氏族は2006年8月南ガルカイオ州シとしてソマリア内の独立地域ガルムルグを作ったこの頃ソマリア南部のイスラーム勢力イスラム法廷会議が徐々に勢力範囲を北に広げてガルカイオに迫っていたが2006年末に ソマリア暫定連邦政府がプントランド軍とエチオピア軍の力を借りて反撃を開始し ICU がほぼ壊滅するまでに勝利した。この戦闘で国境なき医師団が一時避難していたが2007年1月には戻ってきている。また、この戦闘でガルムドグの領土が大きく取り返されたためハビエ氏族とダロート氏族の関係はやや改善した。 ガルムドグもソマリア暫定連邦政府に協力することとなった。2007年7月には南北ガルカイオ融和の一環としてユニセフの支援で南北から通える小学校の建設が進められている。この頃にはソマリアの首都モガディシュで戦闘が激化しており、ガルカイオへの避難民が急増している。避難民と民兵が増えたため、町の治安は大きく悪化した。 2008年6月には南、ガルカイヨからプントランドが支配する、ガルカイヨ空港に砲弾が打ち込まれている。また7月には、ハウィエ氏族の族長が、ダロット氏族のものに暗殺される事件も発生している。8月には、ソマリア軍の司令官が殺されている。2008年8月からユニセフと、その協力機関は、ガルカイヨの子供に、 栄養補助食品アニミックスを支給している。2009年4月にはガルカイヨで自動車で移動中の政府用人が手榴弾攻撃で暗殺されている。2009年6月には栄養状態の悪化からハシカなどの伝染病が広がっている。2018年11月26日、アルシャバブの戦闘員が市内に存在するスーフィーの性病を襲撃。15人が 死亡、十人が負傷した。ありがとうございます。